白坂慎太郎です。今回はビザスク企業分析ということでやっていきたいと思います。はい、ビザスク企業分析ということなんですけど、今回は3つのテーマでですねやっていきたいと思います。1番ビザスクのビジネスモデルですね。2番はコールマン買収における会計処理、3番目はビザスク今後の戦略ということで学びを深めていきたいと思います。はい、ではまず1番ですね、ビザスクのビジネスモデルというところなんですけれども、はい、ビザスク特色、ビジネス知見持つアドバイザーと顧客をつなぐスポットコンサル展開、米同業を大型買収ということで、まあ、一番端的に言うと、まあ、知見仲介の会社という言い方が最も分かりやすいのかなというふうに考えています。はい、でまあ、知見という言葉が出てきたんですけれども、まあ、知見って何なのかということで、まあ、情報を2つに分けた時ですね、一次情報と二次情報というふうに分けた時に、まあ、一次情報っていうのは実際の経験に基づく情報なんですよね。まあ、それを実際経験してした人が話している情報っていうのが、まあ、一次情報ということになります。それに対して二次情報っていうのは、まあ、経験してない人からの情報ですよね。まあ、だから間接的に聞いたみたいな、まあ、そういう情報が二次情報ということになります。はい、そして知見っていうのは一次情報ということですよね。でなので経験に基づく知識や経験、見解ですよね。だから実際経験していることを情報としているっていうことをですね。はい、ということで、ビジネスモデルとしてはですね、知見仲介ということなので、左の方がですね、ビザスクに実際お金を支払う、顧客ということになります。顧客は法人ということになります。利用が多いのは、特にコンサル会社であったり、金融機関ですね、銀行証券会社、投資銀行などです。あとは増えてきているのは、そのコンサル金融機関以外の事業会社が割合としては増えてきているということで、合計ですね、この動画を撮っている時点で、約1000社ぐらいですね、銀行口座の開設があるということですね。はい、そして今度は右の方ですね。右の方は個人ということになるんですけれども、はい、こちらの個人の方は比較的ですね、例えば副業を希望している方はですね、今実際会社員としてお勤めしているんだけれども、自分のですね、空いてる時間ですよね、休み時間もしくは休日などを使って副業を希望している、そういう個人、または自営業者とかですね、もしくは中小企業の経営者とかですね、業務委託を受けたい、そういう個人ということですね。こちらの方が、この動画を撮っている時点で、日本のビザスク単体では約16万人の登録があるということですよね。なのでその法人と個人をですね、ビザスクは仲介、マッチングするということになるわけです。はい、で顧客はですね、何を求めているかって言ったら、やっぱ調査をしたいということですよね。二次情報はですね、もうインターネットでもう、ほぼ、無限に手に入るわけですよね。統計情報とかですよね、数字とか。そういったものっていうのはもうインターネットでもうね、検索すればほぼ無料で、調べることができるんですけど、実際その業界とかその会社でですね働いてる人たちの生の声ですよね、一次情報っていうのをやっぱりこうね、調べたい、調査したい、もしくは情報収集したいと、そういう、顧客の要求ですね、要望があるということですよね。それに対して、実際、この業界で働いているとかこの会社で働いていると、だからこそ、実際自分が体験したことに基づく、知識とか見解っていうのを、個人が提供するということですよね。でビザスクはですね、その顧客と個人をですね、1時間の面談期間ということでですね、主にインターネット上のですね、テレビ電話みたいな感じで、1時間の面談機会っていうのを仲介する、マッチングするということになります。なので、スポットコンサルっていう名前がついてるんですけれども、何か1時間で問題解決を希望していると、顧客法人が、1時間で何かね経営課題の解決をしてほしいっていう、依頼っていうよりは、統計上はこういう風な、統計が出てるんだけど、数字が出てるんだけど、実際のとこどうなんだ
でしょうということで、まあね、よりこう二次情報を超えた一次情報を、まあ、収集したい、もしくは調査したいというのが、まあ、一番、ね、の、まあ、目的ということですよね。まあ、1時間ですから、まあ、1時間で、まあ、結局経営課題の解決っていうのは、まあ、なかなか難しいというのがあるので、どっちかって言ったら情報収集とか調査目的でですね、まあ、ビザスクを利用する、顧客企業が多いということですね。はい、ということで、まあ、特徴としては1時間だからこそですね、まあ、法人と法人の両方に気軽さがあるために、まあ、仲介が決まりやすいということですよね。まあ、1時間ということであれば、まあ、1時間の、まあね、スポットコンサル代ということになりますので、まあ、当然、支払うお金の金額っていうのが、まあ、本当にこうね1ヶ月とか数ヶ月単位の、まあ、コンサルに比べれば、まあ、格段にですね、まあ、頼みやすい金額で頼めるということですよね。で、個人の方も、まあね、例えば、まあ、今お勤めしてる、会社員としてお勤めしてるって言った時に、まあね、その1週間のうち、まあ、週5とか1ヶ月で、まあ、20日以上とか、まあ、そういったのはなかなか難しいということがあったとしても、まあ、1時間ということであれば、まあ、自分の、空いてる時間、休んでる時間、もしくは休日ですよね。まあ、こういった時間を使って、まあね、その法人顧客が求めている、まあ、内容に、まあ、答えるということで、まあ、お互いに、まあ、気軽さがあるので、まあ、仲介、マッチングが決まりやすいというのが特徴です。はい。で、まあ、最大の資産としては何かって言えば、まあ、これはビザスクにとってですね、ビザスクにとっての最大の資産っていうのは、まあ、副業とか、まあ、あとは、まあ、業務委託を希望している、まあ、中小企業、経営者、もしくは個人事業主をですね、に関しての、まあ、例えば、16万人分のデータベースが、ですね、ビザスクにとっての最大資産ということですよね。まあ、これが例えばこう給食ですよね。まあ、仕事を探してますということで、まあ、給食とか求人に関してのデータベースを持っている、上場企業っていうのはいっぱいあるわけですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、副業希望とかね、業務委託希望とか、っていうことで、まあ、ある、特定の、データベースを、まあ、16万人分持ってるっていうのが、まあ、ビザスクにとっての最大資産になっているということですね。はい。で、まあ、結果、まあ、法人顧客からの要望に応じて、まあ、1時間の面談機会以外の、まあ、サービスも開発し続けられるということで、まあ、7割から8割ぐらいは実際はビザスクの収益っていうのは、この1時間の面談機会をマッチングしたことによる、まあ、仲介手数料というのが、まあ、売上の、まあ、7割から8割ぐらいというふうになってるんですけど、まあ、残りの2割強に関しては、それ以外の、まあ、サービスを開発して、まあ、実際に、受注したことによる、まあ、売上っていうのも増え、割合としては増えてきているということですね。はい。では、まあ、その1時間の面談機会の仲介マッチング以外に、まあ、どんなサービスを開発して、まあ、提供しているかということなんですけど、まあ、例えばそのね、まあ、16万人のですね、中からですね、まあ、その顧客企業が、まあ、求めている、まあ、業種業態で働いている人たちに対して、まあ、こういう、アンケートを、答えてほしいということで、まあ、アンケート収集をですね、まあ、ビザスクが仲介で行うとか、もしくはその1時間のね、スポットコンサルではなくて、もっとしっかりとしたコンサルを、例えば紹介してほしいとか、ですね、もうそれこそ1ヶ月とか数ヶ月とかっていう形で、まあ、しっかりと入れるコンサルを紹介してほしいとか、あとはですね、まあ、特に上場企業であれば、まあね、これから、企業統治、コーポレートガバナンスの面でですね、まあ、社外取締役の割合を増やしていくというのがあった時に、まあね、その登録者の中から、まあ、社外取締役候補を紹介するとか、まあ、こういったサービスっていうのを、まあ、どんどん企画開発して提供を始めているということですね。で、そちらの売上の割合っていうのが、まあ、2割から2割強ということで増えてきているということです。はい。では、次2番ですね。まあ、コールマンという、まあ、アメリカの会社を買収したということにおいての、まあ、会計処理というのをですね、まあ、今回はちょっと確認したいと思います。これが、まあ、今後のですね、まあ、ビザスクの、まあ、利益のですね、業績予想に、まあ、大きく影響があるというふうに個人的には、まあ、分析しているということですね。はい。ということで、まあ、ビザスクがですね、まあ、アメリカのコールマンという会社を買収しましたということで、これはですね、まあ、かなりの大型買収であったということですね。はい。で、買収前のコールマン社のですね、まあ、結局、
決算書、貸借対照表で考えると、まあ、純資産ですね、総資産から負債を引いた純資産というのが、まあ、13億の企業でしたということですね。で、今回ビザスクはこのコールマンという会社を、まあ、117億円という金額で、まあ、買収したと、まあ、100% 子会社にしたということですね。はい。で、なんで117億っていう金額が出てくるかっていうことで、まあ、これはね、財務上の考え方ということになりますけれども、まあ、100% 完全子会社化するということであれば、まあ、コールマンという会社が、まあ、これから、まあ、ずっとですね、今後も、まあ、企業が経営されていくわけですよね。で、そうなった時に、まあ、将来的に、まあ、コールマン社から今後で得られるであろう、まあ、営業キャッシュフローですね、の、まあ、合計っていうのを、まあ、予測っていうか見積もるということをします。まあ、要するに営業利益からですね、まあ、法人税等を支払った後の、まあ、営業キャッシュフローというのをまず合計で考えるということですね。で、そして、まあ、将来のお金っていうのはどうしても、不確実性がありますよね。うん、なので、まあ、例えば今の1億円っていうのは確実に1億円の価値がありますけど、将来入ってくるであろう1億円っていうのは不確実性があるわけですよね。まあ、何らか、ね、確実な、まあ、少なくても今の現在のお金に比べれば不確実性があります。その不確実性で、まあ、結局割引くということをするわけですね。まあ、それをこう現在価値に割引くという言葉を使っているんですけれども、まあ、そうして、まあ、結局、まあ、現在の価値でいくと、まあ、117億っていうのが、まあ、この買収における、まあ、考え方ということですね。まあ、M&A 合併買収で使われる、一番中心的な考え方ということになります。はい。そうするとですね、まあ、結局、貸借対照表とですね、買収金額の間に差がありますよね。実際、ビザスクはもうコールマンという会社を117億で買収したわけです。でも、コールマンという会社の純資産は13億というふうに、まあ、決算書上はなってますので、まあ、引くと、まあ、103億っていうね、まあ、差が出てくるわけですよね。まあ、これを会計上はのれんというふうにするわけです。要するに、まあ、純資産13億の会社、プラス、のれんですよね。まあ、要するに名前っていうかブランドですよね。に、103億払ったという、まあ、そういう会計処理をするということです。はい。で、まあ、ビザスクの総資産なんですけれども、これは、コールマンを買収する前のですね、まあ、2月末、の、貸借対照表と、今度11月末時点でのですね、貸借対照表を比べたときに、まあ、ビザスクの総資産は19億から167億ということで、まあ、一気にね、この会社、アメリカのコールマンという会社を買ったことによって、まあ、約9倍に総資産が大きくなったということですよね。まあ、はっきり言ったら、規模が小さい会社が大きい会社を買ったような、まあ、そんな感じになっているということですね。はい。で、まあ、ビザスクの、まあ、今期の業績予測ということなんですけれども、まあ、これ確定ではなくて、まあ、これぐらいの数字に、まあ、着地するんじゃないかという推定値になります。まあ、これは、だから、ビザスクっていう会社が正式に発表している数字ではなくて、まあ、大体これぐらいの数字に着地するんじゃないかという、まあ、予測値ということになります。そうしたときに、まあ、今期ですね、に関しては、まあ、今期っていうか、もう、2021年度の2月期ですね。2021年度の2月期に関しては、まあ、営業利益が5億ということで、まあ、本業では5億円ですね、まあ、会計上は利益が出てますということですよね。まあ、ただし、そのね、アメリカのコールマン氏っていう会社をですね、まあ、買収した、その買収にかかった費用っていうのが約8億円ということですよね。そして、のれんが結局103億っていう形で計上されるんですけど、まあ、こののれんっていうのは毎年毎年ですね、まあ、定額で償却していくっていう形になるんですよね。うん、だから、103億、例えば現金を出したからって言って103億一気に、その経費になるんじゃなくて、何年かかけてですね、結局経費として、まあ、落としていくという形になります。そうした時にですね、まあのれんに関しては、まあ、20年以内であれば、まあ、はっきり言ったら、まあ、会社の方で決めることができるんですよね。何年で償却するかっていうのは、20年以内だったら、消却期間っていうのが、まあ、結構、任意で、まあ、選べる、っていう形になっています。なので、まあ、103億を何年で、まあ、結局償却するかっていう形になるんですけど、これがまあビザスクの方ではまだ正式発表がないということで、まあ結局例えばもし10年で償却するってなると、まあ1年あたりだいたい10億ずつ償却して、まあ経費化していくということになるわけですよね。まあ、そうすると、まあ、経常利益っていうのが、まあ、5億から8億引いて、まあ、さらに、まあ、7億引いたら10億ですね。5億から8億引いて、10億引いたら、まあ、13億っていうのが、まあ、今期の、まあ、業績予測として発表される可能性が高いんではないかということです。
はい、そしてまあ会計上に関して、まあ買収費用ですね、まあ、結局アメリカのコールマン社という会社を買うということで、まあ、8億という費用がかかったということなんですけれども、まあ、こちらの方がまあ今期限りということで、まあ、来期からはまあ出てこない費用ということですね。でただしのれんに関しては結局103億という金額が全部焼却されるまで毎年ですね、まあ、仮にもし毎年10億ずつ焼却するということがもし決まったら、まあ、例えばずっと毎年10億ずつ、まあのれんの、まあ、焼却っていう形で経費が計上されるということですよね。もう現金はもうすでに、ねまあ、払ってるみたいな形になってるので、あくまでも会計上の、まあ、経費っていうのが毎年ですね、まあ、定額焼却されていくということです。まあ、ただ実際やっぱ投資家っていうのは、まあ、あの現金の動きよりも会計上ですよね、まあ、例えば損益計算書の会計上で、まあ、結局利益っていうのを判断することが多いので、ね、だからやっぱり当期純利益が黒字っていうのと当期純利益が赤字っていうのではだいぶやっぱ投資家の印象っていうか心象が違いますよね。なので、まあ、こういった大型買収をする企業っていうのは大抵ですね、まあ、その会計基準っていうのを切り替える企業が多いんですね。まあ、結局のれんっていうこの超過収益ですよね、まあ、相手企業の、まあね、のれん、名前ブランドを買ったという、形になると、まあ、日本の会計基準の場合は例えば、まあ、毎年毎年例えば、まあもし1年で10億ずつ焼却するっていうことを決めたならば毎年経費が会計上は10億、出てくるわけです。そうすると毎期やっぱり利益が減ると、まあ、会計上ですよ、会計上の利益が減るっていうことになるので、まあ、それをですね、まあ、嫌う経営者も結構多いんですよね。でそうすると、まあ結局今は日本の会計基準で、まあのれんを定額焼却っていう処理をするんだけれども、ね、もう会計基準切り替えてしまって、まあ、世界共通の、まあね、IFRS 国際会計基準にして、まあ、もうのれんを焼却しないというふうに変える場合もあります。うん、IFRS 国際会計基準の場合は、まあのれんっていうのはもうずっとね、計上し続けていいと、要するに貸借対照表に、まあ、載せ続けていいというふうになっているんですけど、ただしあのコールマン社が、万が一なんかね経営がうまくいかなくなったということで、まあ、結局コールマン社っていう会社が今からね、まあ、この会社が、まあ、117億以上の、まあ、利益っていうのを、まあね、今後のトータルでは上げるっていう、まあ、見積もりになってるわけですけど、まあ、そのコールマン社の経営が何らかうまくいかなくなったということになると、まあね、定額じゃなくて一気に、ね、ドンと、例えば、ね、80億とか残ってるのれんを大きくこう計上しないといけないっていうのが、まあ、IFRS 国際会計基準の決まりなんですよね。だから日本の場合は毎年毎年のれんは定額です。 IFRS の場合は国際会計基準の場合は、まあそのコールマン社が順調に経営が行われている上、うちは、まあ、全くのれんはそのままでいいと、貸借対照表の資産に計上したままでいいと。ただしもし経営がうまくいかなくなったら、まあ、減損損失っていう形でですね、もう一気に巨額の特別損失をドンと出さないといけないというふうになっています。ただ、まあ、日本の経営者の中ではですね、まあ、とはいえ、まあ、経営がうまくいってる以上は、ね、その買収した相手ですよ、買収した相手の会社の企業の経営がうまくいってる間は、まあ、はっきり言ってのれんはね、焼却したくないと、ずっと資産として、置いておきたいと、そうすれば、まあ、経費が減らないので、まあですね、会計上の利益っていうのが、まあ、大きく残りやすいので、まあ、これぐらいの巨額の買収をした企業は、まあ、通例であれば、まあ、途中でどっかの時点で、国際会計基準に切り替える場合もあります。まあ、ビザスクの場合は分かんないです、分かんないですけど、全然正式な発表も何もないので、だから もしかしたらずっと日本の会計基準のままで、今後ものれんをですね、まあ、ずっと毎年定額焼却し続けるかもしれませんが、ただ投資家としてはですね、まあ、その影響というのは今後ビザスクに関してはあるし、結構数字としては大きいということは、まあ、今回で認識しておきたいということですね。はい、ということで、まあ、来期ですね、まあ、売上一気に100億兆っていうのを予定ということで、まあ、ビザスクは発表しています。はい、青がビザスクですね、で赤がコールマンということで、まあ青のビザスクだけで見れば、まあ、2019年が9億9000万ですね。で、それが15億で、まあ、今度25億というのが予定だったわけです。しかし、その上に、まあ、コールマンっていうのが、まあ、結局売上として、まあ、連結されてくるということですよね。で、そうすると、まあ、来期ですよね。決算発表からすると、まあ、
まだあと1年後ということになりますけれども、2022年2月に関しては、ビザスク単体で39億で、コールマンで65億を予定していて、合計で104億を超えるというのを、予定としては出しているということですね。だからすごくなんかビザスクが一気にこの大型買収によってですね、総資産の規模もそうですし、売上規模も一気に大きくなったという、ことをですね、今回やってるということです。はい、では次3番ですね。ビザスク今後の戦略ということなんですけれども、結局コールマン買収っていうのが ものすごいビザスクにとっては大きかったということでですね、資金もね120億ぐらい一気に調達してこの大型買収っていうのを決めているので、それだけの価値ですよね。今後将来における価値、そして相乗効果っていうのを期待しての大型買収ということになるわけですけど、まず活動拠点っていうのが一気に増えましたということで、ビザスク自体は日本とシンガポールですね。コールマンはですね、アメリカ、イギリス、香港で展開しているということで、一気にですね、そういう意味では、ヨーロッパ、そしてアメリカに拠点を作ることができたということです。はい、そして相乗効果っていうのを生かしていきたいということですよね。そうしたときに、はっきり言ってビジネスモデルはもうほぼ同じなので、ビザスクとコールマンは。ただ、対象顧客が違うっていうことですよね。要するに登録してるアドバイザーが、全然、ですね、国が違うということで、例えばビザスクとコールマンが、同じグループ会社ということになったということであれば、例えばビザスクの顧客ですよね。日系メーカーがですね、アメリカのヘルスケア領域の市場調査をしたいという、そういう要望があったときに、コールマンを完全に子会社化していることによって、そういったのにも対応できるということですよね。逆にコールマンの、アメリカの法人からですね、日本のについて、ですね、調査したいと、業界の調査をしたいといった時にでも今度はビザスクのデータベースで、対応することができると、こういった部分でですね、相乗効果っていうのを、今後活かしていきたいということですね。でそして、やっぱりこうね、ビザスクにとってもコールマンにとっても一番の最大資産って何なのかって言ったら、それはやっぱりアドバイザーですよね。要するに知見を提供することができる個人の、人数、そしてそのデータベース、っていうのが最大資産になっているので、今現時点で見えている数字っていうのは45万人なんですよね。アメリカのコールマンが29万人でビザスクが16万人で45万人、これはもう見えている数字ということです。しかし今後はですね、将来的にはそれを100万人まで増やしていきたいというのを、ビジョンとして持っているということですね。はい、ということで、私たちですね、ビザスクは組織、世代、地域をはじめとするあらゆる障壁を超え、さまざまなミッションと世界中の知見を最も効果的につなぐグローバルプラットフォームを作り、より良い未来へ貢献しますということで、このビジョン達成に向けてですね、コールマンの買収を今回行っているということです。はい、ということで、今回のテーマ、ビザスク企業分析ということでやってきました。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。